第23回ブックフェア国際コンベンションセンター2007年エルサレム国際ブックフェアは1963年に始まった2年ごとにエルサレムで開催される本の見本誌である。見本誌では文化イベント、シンポジウム、セミナーやセレモニーが含まれている。エルサレム国際ブックフェアは出版の分野において2007年の世界最大の見本誌で、 イスラエルから1200以上の出版社と40の異なる国から参加があった。日本史はエルサレムの国際コンベンションセンターである ICC、エルサレム、エルサレム首当局とアリエル社の講演で開催された。日本史では世界でも大手の出版社とイスラエルの出版社が一堂に集まった。エルサレム首当局、政府機関、 スポンサーは、日本史のために150万から230万ドル以上を投資した。これは、前の日本史の予算に比べて50%の増加である。日本史では10万冊以上の様々な言語の図書が展示され、訪問者数は約10万人と見積もられている。イベントでは社会における個人の自由の概念を反映、あるいは促進する文学作品の著者に、 エルサレム賞が授与される。日本史には多くの著作家が集い、一般に公開されているイベントに参加し、毎日文学カフェで行われるイベントで読者と会う。日本史は入場無料である。1985年以来、日本史を開催することで、若い作家がアイディアを出し合い、意見交換をし、出版関係者と知り合うという効果をもたらし、 また著作権エージェントとも同様のプログラムがある。ありがとうございます。